6月30日から7月2日までの期間、東海地区最大級の梅林を誇るいなべ市梅林公園で、恒例の梅の実もぎ取り体験が行われました。初日は会場に長蛇の列ができるほどの大盛況となりました。石暮トンネル開通後、東近江市からの来場者も増えており、期間中、県内外からおよそ2000人が訪れました。体験料は1袋1000円、およそ3キログラム。自分好みの梅をもぎ取り、袋いっぱいに詰めることができます。いなべ市梅林公園の関係者によると、今年は受粉がうまくいき、梅の実の出来が良かったとのこと。38ヘクタールの梅林には、果肉がたっぷりで柔らかく、梅干しにするととろけるような食感が楽しめる品種の南高梅や、果肉が厚く南高梅とはまた違った食感の白加賀、またシロップ漬けや梅酒などに適した大梅、高田文吾などおよそ4500本もの梅が植えられています。訪れた人の中には、自分でもぎ取った梅で梅干しを作って、梅干しとカツオのパスタなど様々な料理を楽しみたいと話す人も見られました。会期中行われた梅ジュース作り体験も大人気。梅ジュース作りに適したいなべ市梅林公園産の梅と氷砂糖、それぞれ1キログラムを使って、家族みんなで美味しく飲める梅ジュース作りにチャレンジしていました。瓶の中に梅と氷砂糖を交互に入れて、最後に発酵防止のためのリンゴ酢を入れると作業は終了。およそ3週間後には爽やかな梅ジュースを楽しむことができます。参加した人の中には、防腐剤の入っていない安心な梅シロップを作ってお中元として知人にプレゼントしたくて参加しましたと話す人も見られるなど、皆さんそれぞれの楽しみ方で友達や家族とともにもぎ取り体験や梅ジュース作り体験を満喫していたようです。